はい、えー、では、Google で、えーえー、モル、えー、ビューと、えー、で検索してみましょう。モルですけど、分子のことを英語でモレキューと言いますね。そのモルです。で、えー、この検索マークのところを押しますとね、なんか出てきますけれども、えー、これはね、カフェイン。 なんですね、この分子模型です。これ大きくしたり小さくしたりすることができます。えー、とあとこのモデルのところですね。ここに、えー、ファンデルワールススフィアーズという、まあ、球分子を原子を球状にした、ねえー、実際の形に近い,こういうモデル。こんな風にすることもできます、ね。これも大きくしたり小さくしたりすることもできます。あとまあモデルなんですけれども、これワイヤーフレームとかね。 こんなふうにしたり、えー、あるいはライン、ね、線にしたりとかね、いろいろこんなふうにしたり、スティック、こんなふうにすることもできるということですね。いろいろこう動かすことができるということになります。えー、それとあと、まあ、エンジンですけどね、私はね、このモデルのエンジンでね、この、ケム、なんだ、ドルール,ル、これが好きなんですけれども。はい これだって、ね、動きが速いんですよ。えーであのー、分子の、ねえー、ファンデルワールスの9、ね。こんなふうにして、ね、動きが速いでしょう。ですからね、まあ、私はね、このこちら、ねえー、ケム、ドゥドゥって読むのかな。これがチェックするてこれでやるのが好きなんですけれどもね。はい、では、またちょっとこれを、えー、とボールスティックに戻しまして。 えー、実際に何かあの文章を作ってみましょうえっ、ー、とではこちらのゴミ箱ですねで消しますでえっ、ー、とこちらですけどちょっとねはいさてここにまあ C とか H とかありますけどねまあこれはちょっと後で説明しますがまあカラーカラーにしてね CH ってのにしておきましょうで C ボタンを押して C を1個押します なんかこうちっちゃいですねなんか目の <laughs> 検査みたいなこれをこれを押すとはいわかりますかねこれを押すとね真ん中にしてでっかくしてくれるんですねで単結合ですからこの単結合の棒を押してピッと押しますとなんか棒が出たんですけどこれまた真ん中押すとこれでまたこの単結合の棒をねでこれ真ん中押すとこれでまた単結合の棒 これだと、まあ、全部 C ですからこの水素にしましょう水素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 。はい出来上がりですこれメタンですねで出来上がったら、えー、この2 d to 3 d ねここを押しますはいそうするとメタンが出来ましたこ,この2 d to 3 d ね押すということですねでこれもですねモデルで、えー、ファンデルワールス ちょっとちっちゃくてかすぎた、ね、こんなことができましたよろしいですかねはい立体的でえー、ということでこっちの,あのケ,ケムドゥールってやつでやってますけどね、えー、そしたらじゃあ今度エタンにしましょうじゃあもう一つこのねこれをつけてこうかなあれあこれ違うなえっ、ー、とやり直しはこれです メタンあエタンだからこれ C にしてこれこうか、ね、で実はですねあのもうこれでいいんですよ、えー、ここの CH っていうのをちょっと消してみましょうはいあれわかりますね CH っていうのを取ると単なる棒になっちゃいますね、えー、で実はねここ単なる棒これねエタンなんですよ大学に行くとねこれだけでエタンなんですね CH ってこれを押すと C と H が書かれます。これちょっと真ん中のボタンを押すと。まあ、要するにあのこうやって棒1本書けばですねこの棒の両端が炭素で炭素からは必ず水素が出てる、ね、単結合で水素が3つずつ出てるってことは分かる。だからもう省略して、ね、これで得たんでいいんですよ。であと、ね、このほうきみたいな何でしょうかねこれを押すと、ね、なんか形を整えてくれる。 あんまり 2D と 3D でね,でねこれを押しますとこれエタンができましたちょっとでかいなはいこんな感じですね、えー、モデルで、えー、スティックにしてボールスティックにしてみましょうかこんな感じです、ね、はいエタンよろしいですか さて、今度ねどんどんとねつなげていきたいと思いますけどねまあちょっとこれえー、っと消しましょうはい、えー、そしてねえー、っとまずあれちょっと待ってねまあいいやちょっとこれ棒をちょっと1本引いてみる。ねでこれちょっと真ん中を押します、ね、でこれでエタンなんですよ、ね、これやるとこれエタン。 なんですけどまあ、ちょっと棒だけでね、えー、それで棒をもう一本つなげるねはい真ん中にしてこれはねあのなんだえっ、ー、とプロパンなんですよこの CH ってとこ押こんなふうに出てきてねあとこのほうきみたいなのを押すとね形をちょっと整えてくれるということですね、えー、2D と 3D と 3D これを押しますと、はい。こんな感じでプロパンですね。わかりますね、これ。で、ボール、えー、ボールスティックにしますこれ曲がってるね、プロパン。わかりますよね。えー、ということがわかります。はい、では次ね、ブタンにしましょう。えー、っと、まぁ、あ、ちょっとこう、わかるかな。 で実はね大学ではねはっきり言ってこれでプロパンなんですよ。ね、曲がっている。で曲がっているところにこう C ね、えー、C から水素が出てるってことわかるのでこれ省略してもね C と H って書かなくてももうこれでブプロパンってわかるんですね。でブタンはここにもう1個ねぼうくっつけてあれこれなんか変ですね。これちょっと真ん中になるのを押して、えー、ちょっと形を整えてみましょう。ほうきみたいなのを 形を整えてくれます。でシート H を出したかったらこうシート H っていうのを押すとこんなふうになってなりますねこれをちょっと形を整えましょう、ね、これでブタンですねじゃあ 2D と 3D はいはいこんな感じでこれブタンができました面白いですねじゃあちょっとこれ、えー、シクロヘキサンを作ってみましょうはいゴミ箱にして えー、シクロヘキサンはこれですよ。これね。ただこれを押して、ね。えー、っとそれでまあちょっとほうきみたいなのを押してね形を整えてくれて、ね、ちなみに C と H を表示しないとシクロヘキサンこれだけなんですよ。ねはいまあ、形を整えたい時はほうきの、ね、やつほうきって何なんだろうね。 2D と 3D で 3D にします。モデル、はいあ。ファンデルバース、はい。こんな感じですね。これはあのシクロヘキサンになります。えー、ボールスティックにするとこんなふうになりますね。わかりますかねこれはあ椅子型だってわかりますかこ、ね、椅子型ね。ね、えー。ですから、まあちょっと。 ワイヤー、ラインにした方が分かりやすいのかなスティック、単なるスティック、スティックでもいいか、スティック、ワイヤーフレーム、これも分かりやすいかな。こう椅子、椅子型、ね、分かりますかね。あと、まあちょっとシクロペンタン、ね、消します。これシクロペンタンですね、五角形ね。えー、で、これで 2D って、ほうきみたいなのをしてね。ねで、2D と3 d はい、これシクロペンタンでシクロペンタンもそうですね見るとこはなんか平面じゃないっていうの分かりますよね炭素原子これね1平面にはありませんファンデルワールス、ね、スフィア球状モデル、ね、ということですねえー、とあとちょっとゴミ箱にしてじゃあシクロブタンですねこれシクロブタンちょっとこ方をれほうきで綺れいにして、ね、形を整えましょうっていうか水素入っ 2D と 3D と はいえー、シクロボタン、これですね。うん。じゃちょっとスティック、ボールスティック。わかりますかシクロボタンね、実はね、これ正方形ではないんですね。わかるかなよワイヤーフレームにしますか。このね、四角形ね、正方形じゃなくて、ちょっと曲がった四角形になってるんですね。えー、一平面ではないしですね。 まあそんななよううここととともわかるということですただしねこれねちょっとね形がね実はあの計算もされているんですが計算する機能もありますけどね正しいね分子の形にならないことが結構多いんですよあのだからねこれちょっとね信用できないところがありましてね、うん、この形は絶対ちょっと違うなってのも結構あるんですよね、えー、ちなみにこれはシクロ プロパンですねあの、まあ、正しくないかもしれない、ね、そういうことが書いてありますいつも出てきますけどね、はい、これはシクロプロパンちょっと無理やり、まあ、三角形はもう必ず1平面ね平面的になりますので3つの原子ねまあちょっとこれ無理があるんですね結合角がこう60度、ね、炭素炭素炭素の結合角60度無理がありますので。 まあちょっとシクロプロパンになってくるとかなりね不安定でこの三角形が切れやすいね管が開く開かしやすいねまあそんなことがありますはい他にもまあいろいろ作ってみましょう枝分かれのあるやつですねえではまあちょっとこう CC でまあこれちょっとこんなうにしてねまあこれ棒だけでいいやね枝分かれのあるやつ これは、まあ、これもですね CH って押すとこうでしょ,、うん、ちょっと形を整えますとこんな形で、えー、これは2メチルプロパンと言いますけどねこれ 2D と 3D でやってみましょうはい、えー、こんな形ですね2メチルプロパンこれできました、はいえー、ファンデルワールスフィアス、ね、こんな形ちょっとね形が、ま、丸くなるっていうかね、まあ、当然直線上じゃありませんよね でさらにですね、じゃあこちらの方に移りまして、えー、棒を1本も付け加えましょう、はい。これでちょっと形を整えます。はい。シート C と H。失敗したら、ことアンドゥルねちょっと大きいのマーク。で、2D と 3D ですね。はい。ウォールアンドスティック。 はい、えー、これの名前何て言いましたかね22ジメチルプロパンって言いましたねこんなのができます、えー、ファンデルワールスねここなんか、まあ、全体がちょっと何て言うんですかかさばるこう丸っこような形でこうなってくるってことですね枝分かれしてくるとね、まあ、そうするとまあどうしてもね分子と分子のがこう密にね詰まらない、ねえー、密に接しないということでねこう隙間が大きくなる とファンデルワークス力が小さくなりまして、まあ、すなわち分子間力小さくなるので融点・沸点が低くなるとそういうようなことですねですからまあこれ炭素原子が123455つになりますけどこういう、えー、この物質22ジメチルプロパンに比べれば、えー、直射状直射状というのが分かりますかねよいしょ真ん中ボタンを押してねでこれよし、ね、真ん中ボタンを押す こんな感じですかね、うん、123456あこれ1つ多いですね間違えましたはいえー、っとこれわかりますかねえー、っとこれちょっと省略してあるからまあ書きませんけどこれねえー、これがペンタンということですね形をちょっと整える ペンンタです。でこれ 2D と 3D しますと、えーはい、こんな感じになりましてまあもうちょっとこうねですからこういうなんていうんですか枝分かれがないのがね棒,棒状の分子、ね、になりますのでこうギシギシギシと分子が詰まりますですから分子間の,、えー、の隙間が少なくなる距離がね、えー、近くなって接しますのでファンデルワールス力が強くなりまして。 有点不点が高い直射状のある間の方がねまあ枝分かれのあるものよりも融点沸点高くなるよというそんなことが分かりますはいそしたらねちょっと遊んでみましょうね、えー、はいこちらで、えー、ちっとなんだかねどんどんちょっとつなげてみましょうねょとはいこんな感じでよいしょとはい枝分かれがあってね、えー と形を整えましょうはいこれ CH をちょっとつけてみましょうこ、ね、れ 3D モデルにしてみましょうはいこんな感じですねさてこれ名前なんつうのかな、えー、ボールスティックこんな形ですねはいえっ、ー、とツールズでねインフォメーションカードインフォメーション 出てきましたね。名前ですが分かりますかねここのところがねえー、っと、ね、24ジメチルヘキサンね。ね、えー、この名前も出てきますまあ,あのそんなに難しくない分子であればねこんな感じで名前も出てきますねえー、っとあちょっとリターンしてということです